白鯨潜水艦が呉基地配備との情報をキャッチしました。今回はこの最新鋭潜水艦は呉基地を詳しく見ていきますね。 533mm 魚雷発射艦から反撃能力保有するのか、今後検討との発表に、全ての潜水艦から反撃できるってことになるのかな。2023年4月7日に、広島県の呉基地の第1潜水隊群第1潜水隊に新たに配備された海上自衛隊の新戦力たる太鯨型潜水艦の2番艦、和久鯨が初入港を果たし、日本の広い領海を守る任務への一歩を踏み出した。和久鯨は、これに先立つ先月3月20日に、建造を担当していた川崎重工業者の神戸工場にて、海上自衛隊への引き渡しが行われたばかりで、呉基地にとっても、初の最新鋭の太鯨型潜水艦の配属となった。昨年2022年3月に、太鯨型の一番艦にして、ネームシップの太鯨は就役を迎えているが、こちらは、三菱重工業者の神戸造船所で建造され、神奈川県の横須賀基地の第2潜水隊群第4潜水隊に配備となっているためだ。今回の和久鯨の就役によって、日本の東西の潜水艦基地に、それぞれ一隻ずつの最新鋭の潜水艦が配備された形ではあるが、この状態は一時的なもので、残念ながらも間もなく解消されると考えられている。その理由は、これまでに、海上自衛隊が、中期防衛力整備計画上で、目標としていた、潜水艦22隻の体制を、すでに、昨年の、太鯨の就役によって達成しているためで、この枠を遵守するには、一隻が超過配備となっているゆえだ。昨年2022年の、太鯨、就役の時点で、海上自衛隊の潜水艦隊は、新しい順に、太鯨型1隻、双竜型12隻、親潮型9隻で、目標の22隻体制の構築に至ったわけだが、通常であれば、新型艦が配備されれば、旧型艦が外れることになる。しかし、今回は、太鯨が、就役の前から、今後の潜水艦運用に向けた、新たな装備の試験を行う艦艇への変更が予定されているという、半ばイレギュラーな措置があるため、通常のケースとは異なった進捗となる模様だ。これにより、当初の計画通りに、太鯨が実戦配備を外れて、専用の試験潜水艦へと移り、代わりに今回配備された、和久鯨が、22隻目の座に、そのまま座り止めされているが、まだ、この件の正式なアナウンスは、行われてはいない。近年の海上自衛隊における、試験潜水艦には、個別の艦艇が、専任でこれを担うやり方は、取られておらず、実戦配備中の各艦が必要に応じて持ち回りでその任に当たっていたが、22隻体制の確立によって余裕が生まれたとも言えるのかもしれない。さて、和久鯨であるが、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦だけあって、公式に発表されている数値は少なく、基準排水量が3000トン、長さが 84.0 メートル。全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルとなっている。この太鯨型の前級にあたる、双竜型の最終の2隻の場合は、基準排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.3 メートルであり、ほぼ近似値であると言える。太鯨型は、双竜型の仕様やデザインをすべて踏襲しており、その上で、若干の大型化がなされたものといえ、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも、最も大きなクラスに数えられる船体を実現している。前級である、双竜型は、一番艦から、
10番艦までの最初の10隻が、機関部には、ディーゼル機関とモーターと鉛製の蓄電池、そして、そこに、スターリング機関も搭載することで、非対機依存推進を可能とした艦艇である。この機関部の構成は、通常動力型潜水艦の泣きどころとも言える潜航時の連続航行時間や距離を伸ばすために採用された、いわば通常動力潜水艦として、究極のハイブリッド仕様とも言え、就役した当時は、世界的にも注目を集めた。これ、以前の親潮型までの機関構成はといえば、ディーゼル機関とモーターと鉛製の蓄電池による、オーソドックスなディーゼルエレクトリック方式であり、これは通常動力潜水艦の定石として、その登場時から続いていたものだ。具体的には、これは潜水艦が新兵器として海軍戦力に加わった第一次世界大戦時、つまりは1910年代からおよそ100年以上にわたって用いられてきた形式であり、原子力推進が登場した後も、通常動力型では基本として受け継がれてきた。日本の海上自衛隊と同様に、政治的な理由もあってか、潜水艦の動力元として原子力推進を採用していないドイツでは、通常動力型の潜水艦の非対機依存推進には燃料電池方式採用するなど、いくつかのアプローチが存在している。そうした中で、日本では、そう、竜型の11番艦である、鳳竜から、機関部には、ディーゼル機関とモーターとリチウムイオン蓄電池を搭載する構成が採用され、太平洋型においても、その構成が踏襲されている。従来の鉛製の蓄電池に対して、リチウムイオン製のそれは、体積あたりのエネルギー密度が高く、少なくとも、潜水艦に搭載する状況下でも、およそ3倍ほどに相当すると思われ、潜航時の連続航行時間や距離を飛躍的に向上させたと考えられる。無論、リチウムイオン蓄電池を搭載したといっても、潜水艦自体の航行時の最大速度は、従来の18ノットから20ノットというレベルから向上したわけではないが、潜航時の連続航行時間や、距離の延伸によって、行動の幅が増加したことは間違いないだろう。従来の海上自衛隊の潜水艦の基本戦術は、日本の主要な海峡部にて待ち伏せを行い、有事の際には、それらの海峡を通過しようとする敵の潜水艦や水上戦闘艦を、魚雷や対艦ミサイルで排除することに置かれていた。こうした海上自衛隊の潜水艦戦術の基本に大きな変更があったとは言えないが、リチウムイオン蓄電池を搭載した鳳竜以後の潜水艦は、それによって作戦行動範囲をこれまでより確実に広げていると考えられる。それでも、当然、原子力推進を搭載した潜水艦には、その潜航時の連続航行時間や距離で及ばないこともまた事実ではあろうが、これまでの東シナ海までの行動半径を、さらに南シナ海方面まで含めた範囲にまで拡張することは視野に入れていると思われる。すでに前々級である親潮型であっても、南シナ海への展開を行っていたことを、時の防衛大臣が認めていたが、最新鋭の太平洋型であれば、もっと容易に、こうした南シナ海方面への進出能力も向上させているのだろう。そう、竜型の11番艦、鳳竜や12番艦、東竜と比べても、それらが、途中から、リチウムイオン蓄電池の搭載に、仕様を変更したのと異なり、太平洋型は、元より、その搭載を前提として設計されている。そのため限られた潜水艦内部のスペース効率の向上も図られており、それは女性自衛官の乗組を可能にする専用の居住スペースの確保にも充てられ、
ジェンダーフリー対応や乗組員の確保という要素にも貢献している。海上自衛隊がこうしたリチウムイオン蓄電池搭載の通常動力型の潜水艦を増加させつつある中で、オーストラリアはアメリカとイギリスとの間に締結したオーカスに基づき、攻撃型の原子力潜水艦の調達に乗り出している。そこでは、最大でアメリカからバージニア級を5隻購入し、以後はイギリスの設計による同盟の名称をそのまま艦級名としたオーカス級攻撃型の原子力潜水艦を建造するという方向が打ち出されており、日本でも注目を集めている。オーストラリアは中国を牽制するためには自国から遠い南シナ海へ潜水艦を派遣し、一定期間止まらせる必要があり、通常動力型の潜水艦では、そうした運用が不可能であるとの判断から、今の選択を下した格好だ。日本もこれに倣い、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきだという意見が、一部の与党政治家からも発せられているが、購入するにせよ建造するにせよ、膨大な時間が必要となる案件だけに、議論は先行して行う必要はあるだろう。